はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ん、何つった、聞こえなかった。プリンスオブペルシャ時間の、あ、入っちゃった。砂ですね、よろしくお願いします。じゃあまずどうぞ。はい、どうぞ。コメントありがとうございますね、海外勢の方。俺あれ、これだよね、前もさコメントいただいてたよね、多分あのワンダと巨像大丈夫だとかでコメントいただいていたんじゃないのかなと思うんですけど、どうでしたかね。なんか、うん、R はそんな覚えがあるんですけど、もしあれ、もし違ってたらごめんなさい。やっぱね、海外でも普通にねゲーム人気なんですよね。日本人だけしかやってないような印象のね、古い人間なんですけど、自分はそんなことなくて。よし、で話を聞くと、ああ、このゲーム自体が評価が高いんだ。結構動き怪しいですけど、ただうん、あのアクション性はねすごい高い。ちょっと戦闘面で怪しいけど、まあそれは俺がね、このパリとかがうまくいかないからね、うまくできないから、こうちょっと単調にねなりがち。ここは、ここは動物園だと思ってるだけでね。ね、スペインの方だからね、オラーとか俺さ、あのワンダと巨像で言った気がするんだよね。これなんだっけ、こうか。そろそろパワー上げてくれよな。じゃあよろしくお願いします。でこのゲームなんですけれども、どうした、いるのか。あー、いるね。ちょっと問題がありまして、あのね、させさせ、よし。ファラは、正直ファラはどうでも、おお、浮いたぞ今。よし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 。で、お前は刺す。もう一回刺す。うやー、で、刺す刺す。切る切る。一刀両断。姉妹早く。よしよしよし。で、あ、またセーブさせてくれんの？なんかさ、セーブする場所場所がよくわからない。何？無理だ。これは登れないでしょ。塀を越える方法を探してみる。ほれ。このゲーム、ディスク読み込まないんですよ。以前からちょっとね、ディスク読み込み悪いなと思ってて、困っていたんですけど、シュッシュッ。今日ね、ついにちょっとディスクが完全に読み込まなくなりまして、めちゃくちゃ焦って、ちょっとレンズ、ちょっとお掃除したり、まあ、中のね、ちょっと埃っぽいものを、蓋開けてないんですけど、中開けてないんですけど、ちょっと掃除したりして、ちょっと見てみたんですけど、あんまりね、効果がなくて、で、試しに、少し前にやってたラチェット&クランク、あれ4だったかな、あれをね電源入れてみたら普通に入るんですよ。なのでこのゲーム、このプリンスオブペルシャっていうゲームだけが入らないんですね、電源が。非常に困っております。ほれ、登れる、これは登れないか。お、あ、でもここから行けるね。おい、よし、やった、ほれ。トリオ、どうやってあの砂から逃れたのかしら。逃れたわけじゃないだろう。え、鳥と戦うの、マジで。ちょ、鳥強いくね、大丈夫。ちょっと俺を弓で撃たないでくれ。ああ、
トリガー使っちゃった。これ難しくね。これファラ任せじゃねえの。大丈夫か。これできれば俺戦いたくないんだけど。こっち来れる。ダメそうか。ん、あー、トリ来ちゃうね。あ、またトリガー刺した。ごめん。ただこれ押せるってことはなんかできんのかな。この何もないか。ちょっと台押しとくか。何に使うか分かんないけど。だ、あれ外に出せないってことは、ここから何かするのか。もう早速結構浮いてるよ。ファラなら入れそうな穴がありますけど、ファラを入れる感じにしても鳥をどうにかしないとダメだよね。さあどうしたもんか。これ鬼門じゃね。それともなんか別の、ん、おっ、なやろう。困ったな、当たらねえぞ。あ、こうか。こんな感じでできるか攻撃。それともどっか、あ、攻撃は、あれ、あ、ちょっとこれ、あ、そう、え、これファラ、ほんとファラ任せなのかな。だとしたらこれ無理じゃね。まだいるの。ガードをするくらいしか俺できることないんだけど。ガードから普通に攻撃入りましたね。鼻水出ちゃう。よし、行こうか。で、そう、結局こうディスクをね、ちゃんと、うん、あそこのこと、やっぱファラ入ってくれんの。すげえ、やっぱ痩せてるっていいね。太ってんじゃね。で、どうすんの。向こうに行ってくれんのかな。おお、そっちから出るんだ、早くない。ありがとう。この穴がどこに通じてるか見てくる。で、こっちに行くのか。アザドの動物園、それはスルタンの自慢の場所で、世界的にも貴重なものだった。子供の頃、私はそれを夢見てこの目で見ることを願ったものだ。しかしそこは今、時間の砂によって恐ろしい廃墟となってしまう。ここよ。ここってどこだよ。ここ登ってくれない？ん？あ、普通のジャンプで登る？あ、こうじゃないね。こうだね。あれ？ファラ何やってんの？どっから来たんだ？あ、どこに続いてるか見てくるって、なんかセリフがおかしいのか。あれ？ここも穴あるけど。ファラ来ないの？よくわからねえな。まあいいか。行くぞ。ほい、三角飛び。で、こっち向いて、ほい、掴んで、ほい、よし、そこは掴めるね。オッケー。あ、で、結局ね、電源つかないよーって言っておきながら、おぉ、ついてるじゃないですか。ついたんですよ。何度も電源入れ直して、ようやくついてくれたんで、これね、もう電源入れっぱなしにしようかなって、ちょっと。これまた電源切っちゃうと、これどっち、どこ、電源切っちゃうとね、また出てこなく、読み込まなくなっちゃうんじゃないかなという、すごい恐れがありまして。よし、オッケー、掴める。よしよしよし。それ上行けんのか。あ、違う、そうじゃない、反対向いて、こうだね。
で三角飛びだ。違います、そうじゃありません。はい、じゃあ戻ってとりあえず降りて、遠近感がわからん、あそこはしごがある、はしごあるけどそれつかめんのって話よね。つかめないよね。そういうタイプのつかみ方をしてくれる人じゃないんだよねこのプリンス。どうしよっかな、素直にそこを飛んできゃいいのかな。でもそこ何にもないよね。え、今どこ飛んだの。あ、上に行ったの。ちょっとわかんねえよプリンス。え、そこに届く、もうちょっとよくわかんないので、プリンスのね、あの気分次第っていうことですね。なるべくね、ちょっとこのゲーム自体を早くクリアした方が判定見ていいかなとも思ってます。これやばいですね。電源、プリンスオブペルシャだけが電源入らないっていうのがもう分かっちゃったので、行くぞ。これ届くのかな。どうやって行くんだろう。あ、わかんない。そのままジャンプしても届かなそうだし、こう、ああそうじゃないんだ。じゃあ普通に飛ぶしかないのかな。ちょっと早かった、飛ぶのが。普通のジャンプじゃなかったら届かない気がするんだけど。あ、そこじゃ、おぶね、ギリギリ届いてくれてよかったけど。なんかいけそうか。お、若干ね吸い込まれてた感ありましたけど。暑いな、すっかり暑くなりましたね。4月なのにね、もう夏の感覚ありますよこれ。こう、あー、いけんだ。正直わかんねえ、遠近感全くわかりません。さあ行こう。ん、あー、それフギャーっていうやつじゃん。ほっ、あー、ちょっと飛んで飛んで飛んで、あぶねえ。で、え、それ枝か、こうか、でこうだ。うわー、セーブポイント、ここにセーブポイントないのがおかしくねっていう話。はい、掴んで、こっちか。でもまだ確か20、これ何パーセント、2割くらいしか進んでないんでしょ。ゲームとしてよくないよね。もうちょっと、もう7割8割くらいこう進んだ感出しとかないとちょっと厳しいよね。で、これどうやって行くのこれ、次。戻ればいいのか。いや、届くのかな、届くんだろうな、多分プリンスだったら。うわ、これ。おちょちょ、待て待て待て。行くよ。ふい。ああ、怖え。ギリギリ。なんか今落ちてませんでした。ここでスルタン動物園がここまで来たから、今 30% が、いやーちょっとこれ、まあ、トゥームレイダーもゴールドもね、ちょっとゆっくりやれるっていう言い訳つけてるんで、ここから始める、あれちょっとプリベル優先でやらないといけないかもしんないですね本当に。ただ3部作ってなってるんですけど、俺これ1個しかないんですよね、困ったことに。で、どうすんだこれ。こうか？よし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 。判定見て。そう。ただゲームとしてはやっぱ面白いですね。
何？なんかあった？ああ、ファラを置き去りにしたから？このグラセフ感な。あ、そう。これさ、喋ってる、ファラが喋ってるのが全然聞こえねえんだけど。続けるかい？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 どこからかな？無理ですね。なんか無駄な遠近感出しちゃって。今までの物語を信じてくれたのなら、これから話すことも信じてくれるだろう。月明かりに照らされた廃墟を進む間、私は不思議なことにその少女に惹かれ始めていた。私の理性は彼女を信じるなと告げていた。彼女に憎まれて当然の理由があった。彼女は自分が信頼できる相手だということを証明した。それに生身の人間の仲間がいるのはありがたいことだ。よし、基本的にはもう戦闘はなんとか自分でね、やりくりしないといけないと思ってるんで、こうファラに頼らない。危ねえんだよな、これ。攻撃するとさ、反撃してくるんだよ、この子。ちょっと近づいてほしくない？俺のそばにいないでほしい。本当に。危ないから。砂レーダーが反応してるけど、でも、砂遊びできそうにないですよね。なんだ、ここは。ん？ちょっと届かない。そうではない。そこに台があるけど、やっべ、汗がめっちゃ落ちてんだけど。こうか。ちょっと違うか？とりあえず先進んでみるか。ん？積んだ。早速積んだ。おい、肩車しろ、肩車。迷ったら、特に何もなさそうだよね。俺の努力不足？あれ、そう、穴あるけど。ファラ、どっかから穴で行くんじゃないのこれ。こう。よし、OK。よし。お、砂。補給、こうマックスまで補給できるの超助かる。で、ふわっ、私のために安全を確認してくれたのね。レディーファーストマンですから。ちょっと扉がないわよ。プレートの上に立ってくれ。これで奥の扉が多分開いたと思うんですよね。ダッシュしてないよね。坂道ダッシュだけはしてるけど。おお。そうだな。穴を張って抜けたりはできないか？ああ、これ、てじゃん。なんだ、わかんねえ。またドリルが、ドリルじゃねえ。またバズそうだよ。またトゥームレイダーだよ。でさ、この間時間経ってるでしょ。やめてよね。よし、行くよ。あ、しまった。てって。あ、しまった。ちょっとやり直そうか。時を戻そう。どこまで戻せる？できればダメージ負いたくないので、頑張ればそこ、あ、結構戻るね。よし、行くよ。そうじゃなかった。これすげえ、これ無敵ついてるぞ俺。となると、これ自力で飛ぶ必要があるのか。そうだね。よし、オッケー。前にもこの気持ち感じた気が。何？恋かな？
とりあえず残機があればそれに越したことはない。おれおれ、うっ、あ、取るかな。え、ちなみに他に行くところは、あー、ありそう、こっちか。待ってるわ気楽なもんだぜ。登れ、おおれ、プリンス登って。そう、時間はどれくらいやってる？まだそんなやってないよね。よし、オッケー。なんかワシャワシャ言ってるね。けだものの声がするよ。はい、そっちじゃなかった。あー、それで俺ダメージ負うのすっごい嫌だな。まだ21分か。よし、はい、オッケー。また鳥だ、構えて。よし、オッケー。まず自分で処理しましょう。まず攻撃をさせてガードをする。で、反撃、一撃で死にます。 OK。 うん、それから、あれ掴めんのか、あそこ。多分そうだよね。上はダメそうだもんね。 OK、せーの、ほい。あ、そうじゃなかったよ、危ない。掴んで、よし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 、ありがとう、サンキュープリンス。あそこは崖か、エルードなのね。で、反対に、反対向いて。これ反対向かないとちょっと怖いね。ララさんとかネイトはね、反対向いてる気がする。あ、危ない危ない。はい、補給補給。そろそろパワー上がってくるよな。で、その後はちょっとわかんない。一人称視点。ファラがあそこにいるから、こっちだね。お、なに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 。あ、ここ登るのかな。登るっていうか、こここう行って向こうに飛ぶってことか。ちょっと高いところから飛んどくか。お、そうだねー。ちょっと降りてもらっていい？なんでだよ。なんでそこグワーしちゃうんだよ。ちょっとダメそうなので、こっち。OK。こう木から木に飛び移るっていうアクション、相当やっぱ体力ないと難しそうなんですけど、やりたいね。はい、鳥。お、ガブ飲みミルクコーヒー。よし、うわー、よし。あのね、ここでね、 R ボタンを押してるとね、の水飲んじゃうんですよ。水飲みナメプしだすんで、この子。よし、 OK、 へい、さあ来て早く。ん？無限浮気？そんなことはないだろう。俺、これで最後だな。さっさと来いや。おーら、よっと。さようなら。で、もう一回水飲んで。いや、お腹壊さない。やっぱ王の血筋だね。で、で、こっち行けるでしょ。行けるよね。よし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 、いいぞ。で、そこ飛べんのか？おー、怖え。うわ、危ねえ。で、レバーを引け、押すのか。どっちでもいいよ。仕掛けが動きさえすればこっちは問題ない。さあ、どうだ。もし開いたね、OK。別に時間制限があるわけではなさそうだから。あっぶね。え、これ戻るの？本当に？そこ降りないよ。ダメだ、高すぎる。ここから降りるのはちょっと無理そうなので。どうやったらそこに飛んでくんだよ。抜けちゃってんじゃん。跳躍力高すぎ問題。ちょっと見えない見えない。
こう。こう。なんで。よし、行くよ。やっぱ戻るんだ。いや、やっぱ即死って難しいな。結構だから死ぬ、死んで覚えてねって感じだよね。結構。あー見えないよ。なんとなくで掴めんのかこれ。ふい。いや掴めないでしょ。どうしよっかなこれ。崖つかまりして飛びついてみるか。そうだね。よしよしよし、そう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 。うわ、危ない。ってことはさっきのところやっぱつかめ、やめろやめろ。画面用意する。おい。で、こっち向いて、はい。で、降りちゃって、あ、いや、いいのか。自力で行くのか、これ。そこ降りるのか。入り口のところで自力でジャンプしていきましょうねってことだよね。俺。でも危ない。よし。大丈夫かこれ降りて。はあ、ちょっと待ってよ。ちょっと登ってみ。ここ降りちゃダメなの？じゃあ俺どうやって行くのよ。だって降りていいんだよね多分。そうだよね。よし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 。でファラがそこ行けたってことは俺も行けるはずだ。よし、あっぶねよしよし、時間もね、いいとこなんで、一旦セーブして。あ、まだ 28? ここで 30% かな。イエス。次は、ここから始めるとしよう。よしよしよし、OKOKOK。で、まだこのまま進んで E 系だもんね。特に何も起こらない。ね、ファラがね、こっち煽ってるだけで。